観光資源用のロボットでして、まあ、函館を PR するために作られた、まあ、函館の名物でもあるイカをモチーフにしたロボットなんですけど、今こちらちょっと函館の踊りであるあ、すいません、函館の踊りであるイカ踊りというのを踊っているんですけど、